こんにちは福井教育支援サークルの吉田ですえ今日は2年生の道徳折れた物差しについてお話をしますえ内容項目は善悪の判断自立自由と責任ですそれではあらすじですノボルは自分が折ってしまった物差しをそばにいるヒロシのせいにしようとしていたヒロシは泣きそうである主人公の僕も同じようなことをされていたヒロシ君は何もやっていないんだぞと 心の中で叫んだ主人公は、折れた物差しを広市から取って登るに渡したという話です、はいえ。小学校学習指導要領の解説を読んでみました。まあ、教材文に出てくるようなね、ねま登、あ、るのような子というのは、私も教員をね42年近くこれでやってますけれども、ちょっと記憶にないですね。ですが、まあ、まあえて人間としてしてはならないことと、 いうことをまあ強調するためにこのような事例を作ったんではないかというふうに思います。まずね、えー、道徳であってもやはり人としてやってはいけないこと,と。これについては強く指導しておく必要があると思います。えー、そしてもう一点。えーねえー、こういったことに対しては、ね、えー、毅然とした態度で、ね、許さないということを教えていくということも大事です。この2点をまあ頭に置いて指導計画を立ててみました。 それでは発問と指示ですまずちょっと架空の事例を作ってみました。あなたは学級の A 君が友達に意地悪をしているところを見ました。A 君は先生には言うな告げ口だぞと怖い顔で言ってきました。 皆さんならどうしますかということで意見を言わせたいですね。まあ2年生ですので男の子なんかをね、言い返すとかね、絶対言うというような意見も出てくると思います。これは特別に教師側から返すことはせずに意見を言わせるだけに留めておきたいなというふうに思います。その上で資料を判読。登が先生の物差しを負ってしまったことを広志のせいにしたのはなぜですかと。えー、まあ これは絶対許さないことですので、ここでしっかり私は抑えるべきだと思いますね。人のものを誤ってこ、まね、壊してしまうことは誰にでもあります。でも、その失敗を人に押し付けるようなことは絶対にやってはいけないことです。人として恥ずかしいことです。ここでしっかり抑えた上で、にもかかわらず、広ロはどうして言い返さないのですかと。さらにはですね、僕も同じようなことをノボルにされています。どうして言い返さなかったのですかと。これはやはり怖いからと。まあ 自分の身の安全ということをまず考えると、これは当然のことだと思いますけれども、こういった部分も押さえておきたいですよね。えー、その上で、えー、ね主人公は、ひろしの事件では僕がのぼるに折れた物差しを渡しましたと。どうしてですかここで初めてま良、あ、くないよというアピールをしたわけですね。えー、これについてはさまざまなあ、ね、意見が出てくると思います、えー。自分もひどい目にあったからだとかね。えー、まあ ひろしがねかわいそうだからだとかこのまま掘っておくと大変なことになるからというふうに出てくると思います、えー、ここでもう一度念押しなんですけどもボルの,のしたことを黙っているとこれから僕の学校生活つまり主人公の学校生活はどうなると思いますかともう終始ね登るに覚え、えー、怯えながらそして登ルたちの思い通りのね学校になってしまう学級になってしまうということは 2年生の子どもなら容易に想像できることだと思います。そこで最後ね、冒頭に作った架空の事例のね、もう一度子どもたちにぶつけてみたいですね。友達に意地悪をしているところを見たらどうしますかと、まあ、こういった計画を立ててみました。はい、ご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。